狭心症や心筋梗塞の根本的な原因は高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病です。予防方法として喫煙や運動不足といった悪い生活習慣や食生活を見直すことで防ぐことができます。クラチューチャンネル。こんにちは、倉敷中央病院循環器内科の門田和重です。これまで2つの動画で冠動脈疾患についての原因や検査と治療についてお話ししてきました。この動画では狭心症や心筋梗塞にならないために気をつけるポイントについてお話しします。ぜひ最後までご視聴ください。狭心症や心筋梗塞の根本的な原因は高血圧や糖尿病、肥満などの生活習慣病です。予防方法として喫煙や運動不足といった悪い生活習慣や食生活を見直すことで防ぐことができます。ではこれからそれぞれの予防法として気をつけておくポイントをお伝えします。ではこれから予防方法についてお話しいたします。体内のコレステロール値が高い脂質異常症についてです。皆さん、悪玉コレステロールという言葉を聞いたことはないでしょうか。悪玉コレステロールがたまると動脈硬化を起こしやすくなります。悪玉コレステロール、つまり LDL コレステロールの数値が140から179ミリグラムになると生活習慣の改善が必要になります。180ミリグラム以上になりますとかかりつけ医に相談された方がいいと思います。糖尿病の方は動脈硬化に加え腎臓の機能が低下するなど様々な臓器に障害をきたす可能性があります。血糖のコントロールでは高血糖だけではなく低血糖にも注意が必要です。1日の塩分摂取量ですが、高齢者の場合の目安は男性で 7.5g、 女性で 7.0g 未満です。漬物は小盛りだと 1.5 から 2g、 味噌汁は1杯で 1.5g、 ラーメンになると1杯で6から 8g です。汁まで飲むと1日の摂取量を超えてしまいます。薄味にしたり野菜をたくさん入れたりするなどの日常の細かな配慮が重要となります。血圧が高いと循環器の病気を併発しやすくなりますが、最高血圧は 140mmHg が一つの目安です。140を超えてくるとさまざまな心臓や血管の病気にかかりやすくなります。病院での血圧は緊張しがちのために高くなりがちです。そのために家庭で測った血圧が重要です。家庭での血圧が高い場合には注意が必要です。運動不足は生活習慣病に大きな影響を及ぼします。いろいろな運動をされている方がおられると思いますが、設備や場所の制限なく簡単にできる運動はウォーキングです。私も歩くことを日々心がけています。院内ではエレベーターを使わず階段を歩くようにしています。歩くことはとても大切です。日々意識的に歩くようにしましょう。喫煙は肺がんや心筋梗塞に大きなリスクとなります。日本での喫煙者は
近年減っていますが、日本循環器学会でも禁煙の取り組みをしております。 BMI をご存知でしょうか。体重キログラムを身長の2乗で割って数値を出すことができる肥満度の指数です。日本人は数値として25を超えると肥満です。35以上は高度肥満と診断されます。ただし高齢の方では痩せすぎもよくありませんので、 21.5 から24.9 が良いのかなと思っております。そのためにはバランスの取れた食事が重要です。日本ではおへその高さの位置、ウエストのサイズからある程度の内臓脂肪が分かります。男性は85センチメートル、女性は90センチメートル以上は要注意です。ウエストのサイズに加え、血圧、血中脂質、血糖のうちの2項目合わせて3項目が正常値を超えるとメタボリックシンドロームといい、さまざまな循環器の病気にかかりやすくなります。疾患に関しては早期の診断、早期発見が重要となります。特にリスクの高い方には疾患に対して早めの診断が大切です。日本には健診という制度があります。健康診断や人間ドックを受けてご自身の状態を年に1回は確認しましょう。くらちゅーチャンネル、最後までご視聴くださりありがとうございました。今後もさまざまな疾患に関する動画を公開する予定です。次回の動画もぜひご視聴ください。